エリアです。今回は渋谷パルコにあるレンハムさんにお邪魔します。渋谷パルコの3階にある青いハサミのロゴが目印のお店です。アムステルダム発祥のデニムブランドレンハム。なんとこの渋谷パルコ店はポップかわいいをキーワードに東京のカルチャーを世界に発信する唯一のコンセプトストアだそうです。やってきました。ちょっとねレディースのものもたくさんあるようなのでテンションが上がるラインナップじゃないですか。一個ずつ見ていこうと思います。あの古着屋さんの時はあったんですけどワンピースとかこの企画動画で初めて見た気がします。ここで切り返しがついてて足長効果がありそうです。こういうセットアップもな欲しいんですよね。このバーのジャケットもすごい可愛いな。あ、これリバーシブルなんだ。派手派手な柄がありましたよ。なんかこういうのもでもすごいお金持ってそうな人でも可愛い。こう色柄がないバージョンもあるんですけど、これ一番上まで締めてもすごい可愛い気がします。腕のところまでボアがあってあったかそう。もう寒いですからね、あったかいの着ていきたいですよね。あ、これさっきあったのと一緒だ。さっきからこれにすごく惹かれてるので試着してみようと思います。この日真っ黒なワンピースを着ていたので一気に華やかになりました。すごい暖かかったです。しかもリバーシブルでお得感もありますよね。お隣にジーンズコーナーがありました。見てください、色も形も様々で、このハサミがレンハムさん全部にハサミのマークがついてるんですよ。なんでかお酒もある。すみません、ハサミのマークがロゴになってると思うんですけど、はい、それに合わせてこれ全部ハサミになってるんですか。あ、そうですね、あのオーナーのジェイソン・レンハムがハサミのコレクターで立ちバサミが一番切れ味がいいっていうのでブランドのモチーフになってます。あともう一個、このお酒で、はい、デンハムさんが酒蔵持ってるとかじゃないんですよね。ではないんですよ。これ買いたいっていう人いそう。あ、いるんですけど、ちょっと非売品。非売品なんですか。そうなんですよ、なんかあります。せっかくなので、どれか試着しようかなと思うんですけど、ジーンズ大好きなんです。はい、履いてるのは、私が履いてるのはそうですね、こちらのワイドデニムに入ります。これも可愛いな。ここにもハサミが。これボタンが、これも全部ボタンになってるんですか。このモデルだけボタンぐらいになっていて、他のはこういうジップになってるんですけど、うん、これを履いてみようかなと思いますが、いいですか。せっかくだったら今日ワンピースを着ちゃってるので、上も一緒に着れたらなと思うんですけど、このニットが、お姉さんが着てる。このニットかわいい。これちょっと合わせてみてもいいですか。せっかくだったらでも同じ白でもいいですか。はい、ちょっと白を試着させてください。はい、比較的淡い色のデニムと白のニットを合わせたんですけど、結構デザイン性があるニットだったのでシンプルなデニムにもすごく合いました。可愛すぎずかっこよすぎずでラフだけどとってもおしゃれっていういい線をつきました。しかも店員さんとお揃いで着させていただいて、本当にこれ可愛いですよねっていう風に何回もお話ししてました。あ、こういうところにハサミのマークがここにあるんですね。ここが結構後ろのこのワンポイントのハサミが、ちょっと雰囲気違う感じのも試してみたいなと思ってて、ここってもしかしてメンズコーナーを奥に発見しました。何か変えるだけでかっこよくなったりしますか？あ、もちろんです。上だけ変えるだけでも雰囲気変えられるので、はい、セックシャツとかだと女性の方でもチャレンジしやすいかなって思います。これ生地面白いですね。そうなんです。なんかふわふわしてる。毛足の長い。ちょっとこのズボンに合わせてみようかなと思います。はい、ぜひ。はい、こんな感じになりました。
トップスが変わるだけですごくメンズライクになりませんか？打って変わってこのスタイルすごい好きでした。1枚でかっこいい感じ、なんかこういう感じで来たらいいよっていうおすすめ。これだったらちょっとだけ前をこうインスタ上げてもかっこいいと思います。こんな感じでちょっと女性らしさも出しつつメンズライクの感じになります。首元もさくらって結構開いてて、そうですね、最近の襟なのでちょっとこう肌見せもできていいかな。もう寒くなってきたので上に羽織るようなものってあります？はい、このカーディガンとかいかがですか？これもメンズものなんですか？そうなんです、モヘアの使用したカーディガンで、ーウールとシルクも入ってますね。ここにもオリジナルのポンチョのボタンがすごく可愛いです。可愛い、全然違う雰囲気になりそうです。じゃーん、こんな感じになりました。私が一番好きなスタイルかもしれないです。クールでかっこいい感じなんだけど女性らしさもあるっていう私好みのスタイルでした。なんか気持ちいいですよね。気持ちいいです。体の肌触り初めて、全然チクチクしないんですよ。これでサイズどれぐらいですか？こちらで S サイズ着ていただいてます。これの後ろにも挟みます。あ、本当だ。こんなところにもハサミマークありました。いいですね。ちょっとオフの女の子さん出ますよね。かわいい、色合いも着てもかわいいと思います。どうしよう。せっかく着回しもしたのでこのデニムを買いたいと思います。すみません、ありがとうございます。今日ありがとうございます。こちらお願いします、はい、すごい可愛くて色味がです。これからの季節にも結構使いやすそうな色でした、うん、その小さいこういうロゴとかもそうなんです、いいなと思ってありがとうございます。また来させていただきまして、思い出してください。いろいろ着回しもしていきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。かわいいものをゲットしました。いろいろ着回ししていこうと思います。かっこよくも着てみたいな。何にでも合わせられる淡いデニムデンハムさんでゲットしました。ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございます。次の動画はなんとお正月スペシャルです。虎年なので虎柄のスカちゃんを着て、少し早めですが神社に初詣に行ってきました。1月1日にアップされる予定ですのでぜひお楽しみに。